ナマケモノ健康美容チャンネルのホスカーです。今日もケモちゃんが応援してますよ。今回はタオルを使って2種目2セットを30秒2分でやっていきます。まず1つ目、タオルを使ってバンザイしていきます。タオルの持つ位置は肩幅ぐらいで持ってください。そしてこのままバンザイをしていきます。できるだけ腕を伸ばしたまま上げましょう。横から見るとこんな感じですね。できるだけ耳の横ぐらいまで腕を上げるようにやっていきましょう。もし肩が痛い方は無理せずに行ってください。30秒いきます。せーの、スタート。はい、横まま上までバンザイをしていきましょう。できる限りですね、この回数をこなすとより効果がアップします。しっかり上まで上げれるようにやっていきましょう。しっかりと動かして背中の贅肉を取り除いていきましょう。肩こりも治っていきます。残り10秒です。あともう少し頑張っていきましょう。この時も深呼吸をですねしっかりしてくださいね。はい、 OK。 それでは2つ目に行きます。次はタオルを持ってもらって肩幅で前に伸ばしましょう。このまま体を横にひねります。左右にひねっていきます。ぐーっとしっかりひねりましょう。脇腹のあたりに力が入っていれば OK です。これを30秒いきましょう。せーの、スタート。はい、ではしっかりひねっていきましょう。この横の筋肉もですね、硬いとバンザイがやりにくくなってしまいますので、さらにこうひねりを加えてバンザイをしやすくしていきましょう。そうすることでより体を痩せる効果がアップしていきます。ひねるときに息を吐いて戻すときに吸ってを繰り返しましょう。残り10秒です。呼吸もそうですが、あとはこのリズムですね。息を吐いて戻して、はい、吐いて戻してをやっていきましょう。 OK です。はい、で2セット目、また1番に戻りましょう。最初のバンザイになります。ではまた肩幅に広げて、でそのままバンザイをしていきましょう。しっかりと上げてくださいね。では30秒いきますよ。せーの、スタート。はい、ではしっかりとバンザイしてます。さっきよりですね、初めよりかはよりバンザイがしやすくなっているかと思います。これでですね、耳の横まで腕が上がっていればよりさらに効果がアップしていきます。できるだけしっかりと上げていきましょう。スピードはゆっくりでも大丈夫です。残り10秒です。はい、最後までしっかりと上げましょう。はい、あと5秒です。あともう少し、あなたなら大丈夫です。いきます、いきます。はい、 OK。 はい、2セット目、2つ目の最後ですね。体をしっかりとひねっていきましょう。はい、このままで肩幅にもうタオルを持ってもらって体をしっかりとひねりましょう。はい、では30秒いきますよ。せーの、スタート。はい、今回の動画はあとひねるだけで終わりですよ。あともう少しで終わりますんでね、しっかりと最後までやりきってみましょう。少ない時間でも継続してできるようになれば習慣化していきますので、ぜひですね、短い時間からでもやってみましょう。めんどくさいかと思いますが、まずはやってみることです。残り10秒です。気づかったら途中で何回も休憩しても大丈夫です。ただ休憩してもいいから最後までやってみましょう。あともう少し。 OK、 いいね。皆さんやればできるじゃないですか。では毎日継続して私と一緒に頑張っていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。この動画を見ていただいている皆さんが今日一日最高な日になりますように。今回の動画が良かったなと思った方はぜひですね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントではご登録いただくと症状お悩み別動画をプレゼントしています。動画の説明欄から LINE 公式アカウントをポチッと押していただいて登録お願いします。では動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。